We got two miles of old hero. That's in the radio. We got both windows down and no one around. Don't have to take it slow. We're good to go. ここでちょっと飲み物を買いたいと思いますね。だいぶ走ってきたんですけど、今北斗市ですね。でこっちちょっと案内で桜が綺麗だっていう風に書いてあったんで、ちょっとこっち曲がってみたんですけど、ここかな。違うな、もっと先か。これですね。なんだ、神代桜っていうんですかね。たまたま見つけたこの桜並木、どんな感じか
見てみたいと思います。それでは、降りて散策したいと思います。これから桜並木を通ってみたいと思いますね。これはたまたま見つけた桜並木なんで、何にも行く予定も何もなかったんですけど、ここかな。ここは朝早く来たらいい景色が撮れるかもしれないですね。いや、この道はゆっくり通っていきたいと思いますんで、皆さん存分に桜を楽しんでいただければなっていうふうに思います。まあ、これ見てくださいよ。これ日が差せばもっと綺麗ですね。ここは今ちょっと日が陰っちゃってるんであれなんですけど、素晴らしいな。通り抜けたくないですね、これね。いやー、すごいとこだな、これは。いやー、皆さん、ここはおすすめです。
これあの昼だからこんなに人いると思いますけど、朝だったら多分誰もいないから、桜と一緒にあの車と並んで写真が撮れるんじゃないかなっていうふうに思いますね。いやこれはすごいな。いやいやいや、こんなとこがあるんだ。すごいね。いやこれもう桜の桜ラッシュですねこれね。うわすごいな本当に。いやーこれはすごいわ。これは皆さん来た方がいいですね。これはね、こんな場所があるんだな。いやもう今日あの朝早く起きてこっちの方来て、もうこれであのこれ見れただけでももう満足ですね。来年はあのここにあの朝早く来たいと思いますね。すごいなこれは。いや皆さんどうでしたかね。これはもう文句のつけようがないですねこれね。ここ知ってる人っていんのかな。あの地元の人は知ってるんでしょうねこれ。いやすごいところだなこれは。道の駅小淵沢に着きましたね。でこの辺は本当にあの快晴っていう感じなんで、やっとあの晴れてきたような感じなんですけど、さっきまでずっと曇ってたんで、ただここのあの小淵沢に寄ったらあの家の方に帰ろうと思いますね。